はいどうも皆さんこんにちは、クラクラチャンネルのケースケです。さあ今日はですね、クラクラチャンネルつばいタウンホール8オンリークランの、対戦の模様をお送りしていきます。そうですね、通常の対戦でなんとですね、有名クランのタウンホール8ビッグバーンさんと当たりましたので、ね、ちょっとね見ていきたいなと思います。そうですね、昨日生放送でタウンホール9のね、前回リンクですね、たっぷりお見せしまして、今日はですね、タウンホール8ですね、見ていきましょう。さあ、まず1本目はタロスさんの、性欲の罪さんへのアタックとなっております。いい名前ですね。個人的にはすごい好きな名前ですね。さあというわけで見ていきましょう。編成はゴレホグですね。結構タウンホール9以上だと壁開けですね、1箇所ぐらいでゴレビズ侵入させていくみたいな、パターンあるんですが、タウンホール8だと結構ですね、2箇所ぐらいですね、壁開けしていって、でゴーレムを進軍させていってトラップを解除させていくみたいな攻め方結構見られます。でやっぱりですね、タウンホール8とかだとジャンプがないので、ウォールブレーカーでしっかりと開けていって、で中にまでですね、ゴレビズを進軍させてトラップを解除していきます。さあホグパートですね、スタートさせていきまして、こういう風にサージカル的に今回は当てていって合流させていくといった感じですね。タウンホール8はほんとね、今回の性欲の罪さんみたいに、壁で隙間を開けて、でそこにバネトラップを置くことによってしっかりとねホグ対策されてるんですよ。なので攻め手側としてはいかにですね、あのバネトラップを解除したりとか回避していくか、これがねほんと鍵になってきます。さあただですね、やっぱりタロスさんうまいですね。ゴレビズでしっかりとトラップを解除していって、でホグ回しもね、なるべく、ホグがねバネで飛ばないように回していって全開といった感じでございます。さあそれでは続いてのリプレイ見ていきます。そうですね、今回はマサスーさんの全開アタックで、編成としては確かゴレとペッカですね、混ざってます。でこのペッカね、タウンホール8だと結構使われてるユニットですよね。まあ、タウンホール9以上だとそこまで使われている印象はないんですが、もう8だと大活躍いたします。はい、ちゃんとねこういう風にアーチャータワーのターゲットを取って、でウィズでね壊していくんですよ。こうすることによって、はい、4時方向ですね、アーチャータワーとボムタワーの間にですね隙間があって、そこにね、絶対バネトラップ仕掛けてありますよね。こうすることによって僕がバネトラップをね絶対踏まないようなルートを作っていきます。でしっかりと6時方向壁開けを行って、ゴレビズヒーロー、そしてペッカもねちゃんと合流するような感じで、中に入れていきました。さあそうすることによってですね、ボールブレーカーも出していって、どんどん中央に進軍させていきます。でホグの投入位置もそうですね、さっきアーチャータワーね解除しましたので、バネトラップの位置ですね通らないようにホグでここ一体で削っていきます。いやこういうねホグでの削りもうまいですね。さあそしてホグもですねパラパラとね出していって、どんどん防衛せず周りから削っていくといった感じですかね。で今回は、3時方向2時方向から出していったホグライダーを主軸として、でそして12時方向とか10時方向ですね、バネトラップが仕掛けてありそうな防衛施設に対しては災害層の防衛施設に対して2、3体ずつで削っていくといった流れですね。そうですね、やっぱり全開対策配置になると火力が薄くなってしまうので、災害層の防衛施設とか結構ね2、3体ぐらいで解除することができます。さあということで、先ほども言ったように、3時2時からね本体を流していって、最後のですね、区画に対してヒーリングを落としていって全開といった感じですね。いやーこのホグ回しうまいですね。最後ちょっとね巨爆に引っかかってしまってね、ホグ一瞬大丈夫かって思ったんですが、ここからお掃除タイムで全開と。いやーマサツーさん、相変わらず上手くてお見事でございます。さあそしたらですね、続いてのリプレイ見ていきます。続いてはですね、ゆうたろうのサブアカですね。今回援軍ではですね、なんとですね、ここから見ていてください。はい、ゴレを出していって、ここから援軍で、はい、ゴブヒーが出てきました。これね意味がありまして、ヒーラーねゴーレムにつきまして、でこのゴブリンがですね、前の方にあった、資源の施設 HP 結構高めなので、これ壊すことによって早めにですね、後衛のウィズが相手のババキンの方に寄っていきます。この援軍は本当面白いですよね。いい意味でバカじゃねえのって思いました。さあただですね、こっからですねゴレヒーですね、ちょっとね9時方向のゴレヒーね若干なんですが、仕事全くしてなかったなと反省しておりました、ゆうたろう。そうですね、ここね9時方向ずっとねターゲット取ってくれてるんですが、ここからね壁ドンをして全く仕事をしなくなります。
まあ言ってしまうと7時方向のアーチャータワーのターゲットずっと取ってくれてるかなといった仕事量ですね。ただまあここはですね、ゴレヒンターゲット取っているのでホグで削っていきます。さあそしてホグライダーどんどん投入していって、テスラですね固めて出てくるのでここでヒーリング落としていきます。ちょっとねバネトラップにめちゃくちゃ引っかかってねやべえんじゃねえかなって思ったんですが、さあここで2連にも引っかかってしまいましたが、うまいことですねギリギリ回避いたしまして、で最後のですね防衛施設たちを削っていきます。やっぱりですね、そうですね9時方向のゴレヒはやっぱり仕事してないっすね全然。どちらかといえばもう片方のゴーレムにつけた方が良かったかなといった感想ですね。で結構ね旬どけしてたので、まあね、まあね結果オーライでしょう。ヒーリングも1個残してますし。さあそれでは最後のリプレイ見ていきます。最後はですねビッグバンさん側の高ヤックスさんの全開リプレイですね。今回通常の対戦でして、ビッグバンさんにもタウンホール9の方ね、いましたので、ちょっとね闇呪文でヘルスト1個もらっております。さあで今回ですねルシファーさんの配置面白いですよね。なんかもう偏りすぎもう施設ごとにこうエリア作っちゃってるような配置となっております。で今回はですね面白かったのがバルーンが24体もいるんですよ。あんまりタウンホール8ではこういった空軍編成見かけないんですが、どんな風に全開を取っていったのか見ていきましょう。さあまずは空に対して攻撃できる援軍をドラゴンで処理を行っていきました。そして出てきました、はいバルーンの群れ、バルーンを一気に投入していって、ここからですねレイジャーヒーリングでバルーンを守っていきます。いやなんかほんとタウンホール9以上とかで見かけるこうラバルガゴでの資源狩りみたいな、そういった感じですよね。さあそしてレイジ2つで一気にねもう対空砲まで迫っていって、であとはですね対空砲なんですけれども、もうこれだけ残っていれば数で押し切れちゃう形ですね。もうアーチャータワーやウィズトもね、いないので、まとまってきたバルーンがいっぺんに落とされるっていうことはありません。さあということで、あとはテスラですね、テスラに、2本残っておりますが、あとはもうここまで防衛しつつ壊しちゃえばババキンもドラゴンもまだいるので余裕といった感じですね。ということで、今回はですね、タウンホール8の、全開リプレイをお送りしていきました。昨日のタウンホール9のね、生放送とか、あと今日みたいにですね、タウンホール8の全開リプレイとか、もう全開リプレイですね、どんどん動画に出していきますので、まだチャンネル登録してないよっていう方は、ぜひとも登録お願いいたします。で、最後にですね、おすすめ動画も貼っておきますので、そちらの方もぜひぜひご覧ください。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。